ニコルデラ・モニカはイタリア出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはマッテオ・グアリーゼ、ヤニック・ココン。2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックイタリア代表。6歳でスケートを始めた。2007年からヤニック・ココンとペアを組んでいた。女子シングルでも国際成績を残している。自身の左膝の怪我により、2011年1月に 現役を引退した。2011年11月、怪我が回復したため、ローラースケーターのマテオ・グアリーゼとペアを結成。世界選手権にも出場を果たした。2013から2014シーズン、ソチオリンピックに出場。2014から2015シーズン、ニース杯で国際大会初優勝。2015から2016シーズン、 エリック・ボン・パールハイの SP で初めて60点台を記録。ワルシャワ杯では自己ベストを30点更新し、銀メダルを獲得した。イタリア選手権では、グアリーゼとのペアでは初めて、自身としては6年ぶりの優勝を果たした。詳細詳細、セッパラジオネパー、ニコール・デラ・モニカ・イー、ヤニック・コカーン、ハット・デラ・モニカ、グアリセン・オーバ・コピア・ディ・アーティスティーコ・イタリアー・ナ・パリ。 同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった。ありがとうございます。